海豪の伝説的コミック完全映画化。富士の裾野に立てられた極悪犯罪人のみを収監する日本万が一、そこに囚われたのは悪の限りを尽くした極悪コメディ。そう、奴らの名は犯罪人網走一家と国家権力との戦いなど、美男の一体を迎え、一触即発の状態にあった。透ける持ち肌紅に染め、切った短歌は鈴の音か、男勝りに色加が似合う娘は網走菊之助た。おいらのこった先を待っていたぞ網走一家。生首よ、汚い網走だよ。